として旅立ちの第一歩であります。それだけに厳しく険しい長い道のりが待ち受けています。しかしここに選抜された31組の若者たちには一歩一歩確かな足取りで歩み続け、やがてはきらめくスターとなってほしいものです。さあ熾烈なドラマの始まりです。青春の全てを歌に託す若き力の完全燃焼、羽ばたけ自らの手で、そして自らの足で、第13回日本歌謡大賞新人祭り。この番組は陽明詩江崎グリコ緊張とご覧の各社の提供でお送りします。初めて聞いた爽やかな恋人1年生です。歌に映画にその青春の全てをぶつけています。マイボーイフレンドでデビュー北原沙和子さん、ね、微笑みきらめき天使のイメージ、そうです、ポップな女の子小泉今日子さんのデビュー曲は私の16歳。今月の13日に17歳になったばかりです。可愛いミルキッコと呼ばれています中森明菜さんはスローモーションでデビューしました。ハワイでスカウトされました。トロピカルなムード、真っ青な海が誰よりもよく似合います。早見優さんは急いで初恋、これでデビューしました。物足りないわ、彼と呼べる人がいます。きっと連れて行って、無邪気で素直、そしてちょっぴり寂しがり、少女時代の感性を歌に表しました。潮風の少女でデビュー、堀ちえみさん。眩しい海で、さあ爽やかな笑顔で飛び出します17歳、瞳そらすな僕たちの妹、テレビの国からキラキラ松本伊代さん。はにかみやさんこんにちは。守ってあげたい妹のような女の子です。私のモナミでデビュー水野きみ子さん。負けん気の強さは人一倍、でもちょっぴり寂しがり屋です。16歳、三田寛子さんのデビュー曲かけてきた乙女です。まるでレモンの皮を剥いたような爽やかな魅力、抱きしめて青春天使。月曜日はスピスクでデビューの三井久子さん。さあ8番目の方です。待ち遠しかったでしょうね。発表いたします。水野きみ子さん。おめでとうきみ子さん。おめでとう。あなたはいつももうなんか引っ込み思案でもうおとなしく大丈夫大丈夫、ほらほら、なんか言わなきゃ、ほら、はい、これ、はい、なんか言いなさい、ほら、ほら、はい、なんか言おう。お、ちょっと、お風呂、ちょっと、ほら、俺もしかしたらこうなるんじゃないかと思ったんです。この子はもうね、気の弱い。大丈夫大丈夫、これしっかり歌わなきゃダメよ。ちょっとマイク、はい、マイク持ったら気分出るだろ。はい、大丈夫、はい、なんか言おう。な、俺、ありがとう。はい、そう、はい、今か今かと待ち続け、ゴールの瞬間に握り拳をやったーと作りました。きみ子ちゃんの心の中に今何が去来しているのでありましょうか。隠しきれない喜びと感激をかみしめて歌ってください。おめでとう私のモナミ。
上で本年度の日本歌謡大賞の最初のイベントであります新人祭り終わったわけなんですけど、まあ堀ちえみちゃんなんか目泣き晴らす、水野きみ子ちゃんまだ震えてるといった感じで本当に初々しいですね。皆さんいつまでもこの燃えるような若さを持ち続けていただきたいですね。本当にそう思います。それでは今日選ばれました12組を改めてご紹介してまいります。まず堀ちえみさん、渋楽隊の皆さん、荒井かおり子さん、三田ひろ子さん、松本伊代さん、尾形大作君、小泉京子さん、水野きみ子さん、早見優さん、一家純一君、石川秀美さん、塚原沙和子さん、以上です。以上12組の皆さんでした。今日選ばれた12組の皆さんだけではなくて、惜しくも涙を飲んだ皆さん、こうしてステージにどうぞ。皆さんにも温かい拍手を送ってください。どうぞ皆さん頑張ってください。我々も本気で攻撃が充満しています。厳しい栄光に続くレースはたった今始まったばかりであります。パッと話し合うことがあれば、時をかけて努力を重ねて実らせる人、それは人様々です。爽やかな歌、心のこもった歌を歌い続け、人々に感動を与えるその素晴らしさ、それだけにスターへの道は厳しいものがあります。しかし結果はともあれ、厳しさに真っ向からチャレンジするのは若者の特権と言えましょう。11月17日、第13回日本歌謡大賞栄光の日。